堀口教授を下したパッチーミックスがコーナーマンで着く中、スアレスがギロチン一戦簡単譜。スアレスのコーナーにはベラトールバンタム級暫定王者で、講師に渡りパートナーのパッチーミックスが着く。ワンアール、サウスポー構えのスアレスが先に左インロー。オーソのアンドラージはジリジリと圧力から右インロー。スアレスは左前蹴り、ミドル、右回り。 アンドラージの右蹴り足を掴んで首相も膝も尻餅ちをついたスアレス。立ち上がる。右インドを出前に出るアンドラージ。左フックをかわしたスアレスはシングルレッグから足首を掴んでテイクダウン。サイドを奪うとブリッジして立つアンドラージにガブリ膝。スタンドのまま首を下げさせられるアンドラージ左手を刺して頭を上げるがすぐに詰めるスアレスが膝。離れるアンドラージ。 詰めて右をかすめて前に出ると、スアレスの首を剥がして前に。喧嘩四つのスアレスと蹴り合いホーン。にある、やはり先に圧力をかけるアンドラージ。しかし低いシングルレッグでテイクダウンのスアレスにアンドラージはギロチン狙いも下になる。右足は外に出ているスアレスは、首を抜いてアンドラージの立ち上がり際に、逆襲のギロチンチョークへ。 立とうとするアンドラージを二の腕に組んで後方に回してから、ノーアームギロチンチョークに組み直して、パッチー仕込みのギロチンでタップを奪った。現 UFC 世界女子ストロー級王者は、打撃後者のジャン・ウェイリー。一位は現王者のカーラ・エスパルザだが、果たしてスアレスの次戦はアマチュア時代の吉田沙織戦の敗戦、パンアメリカン選手権では金メダルを獲得も、 甲状腺がんの手術で2012年のロンドン五輪出場はかなわずさまざまな幻想を抱かせるスアレスの MMA での活躍だがそこには強力なレスリングを生かしたガブリのみならずミックスの指導のもと極めに至るフロントチョーク系そしてレスラーらしからぬリアネーキドチョークでの一本勝ちもマークするなど MMA ファイターとしての進化も見逃せない 前戦の3年8ヶ月ぶり復帰戦勝利に続く一本勝ちで、スアレスの今後に大きな期待がかかる。